はい、こんにちは。今日も恒例のアマゾンさんです。開けてみましょう。ドン。はい、今日紹介するのはですね、こちら 2way ミニコテになります。カール&ストレートということで、カールとストレート両方できるミニコテになります。パナソニックさんから発売されている EH-HW14P ですね、ピンク色になります。はい、ご覧の通りですね、ミニコテということで小さいコテになります。最近ではですね、男性もなんかコテ使うのが流行ってるのかわかんないですけど、男性用も出たりしますが、まあこれ私使うために買ったわけじゃないんですけれども、はい、商品として紹介させていただきます。カールということで、ここ円形になっていまして、まあぐるぐる巻くことができると。はい、今使ってる、まあ、家にあるのはこういったテスコムさんのイオーネという商品ですけども、これ結構大きくてですね、はい、MacBook、はい、ちょっと小さいぐらいの長さと、そしてここは角張っているのでくるくる巻くことはできないタイプです。ここに温度のモニターは出てます。なかなか評価も良くていいんですけど、まあ、結構大きくてですね、旅行に持っていくのも大変だということがありましたので、小さいのどうかなと思って買ってみました。では上げてみましょう。はい、開けてみました。使い方マニュアルと、普通の本格的な、本格的かな、まあ、マニュアルと、持ち運びができる、まあ、薄いですね、あの袋と本体、そしてキャップがついております。はい、こんな感じで、キャップを外して、はい、固定で固定になってます。オンオフがあって、はい、パナソニックの EH-HW14 です。はい、至ってシンプルな機構になってまして、はい、これ単体ではこれ開くのロックする機構がないので、キャップをはめてですね、閉じるということになります。はい、使い方は至って簡単。電源をコードをコンセントに入れてこうオンにするだけです。一見ですね、まあ、よくあるコテみたいにランプとかですね、温度の表示とかですね、表示するの一切ありません。ここにあるですね、ランプみたいな、スワロフスキーみたいな、これは単なる飾りだそうです。特にランプがつくわけじゃなくて、まあ、温度とか何も出ないので、あとは自分で判断してくださいという形になります。なのでストレートだとオンにして大体1分ぐらい、カールだと3分ぐらい待ってから、まあ最適な温度になっただろうというのを見越して使うということになります。はい、簡単ですけれども、以上、今回はパナソニックのミニコテ EH-HW14 を紹介いたしました。旅行なんかにカバンにサッと入って便利なミニコテだと思います。小泉にも似たようなこういった商品出てますので、お好きなのを探してみるといかがでしょう。はい、ありがとうございます。